すみませんあのえっ、ーと,えー、と、じゃあ改めて、えー、と私、自己紹介から始めたいと思います。えー、と先ほどの松山先生の方からご紹介ありましたけれども、あのえーですね、私、13年卒で,です、ね、そのあと、政府統計学で2年間修士を学びまして、その後に静岡県の県庁に勤めております、えー、と本当にあの大橋先生とか松山先生とかお世話になったので、その前でこう話すっていうのはです、ね、大変あの心苦しいんですけども。あの えーまあ、そこはあのちょっと振り払ってあのお話をさせていただきたいと思います。えー、と私どちらかというとですねあの多分あのおそらくこの学科を出た人の中ではですね、えー、珍しい方の方に就職した方じゃないかなと思います。あのやっぱり臨床に進む方私あの看護師のコースの方に行ったんですけども臨床に進む方大学の方が多かった中でですね、まあ、ちょっとこういう形で幻、えー、聴に行ったものですからあーまあ えーとですね、県庁の中に入って感じることというのをです、ね、皆さんにちょっとあの、えー、お話しさせていただきたいと思います。はいでえー、とどんな話をすればいいですかと、ちょっと事務局の方にです、ね、お話ししたらです、ね、あのーまあ、今の仕事とか、あのーまあ、学生さんに向けてのメッセージがあればということだったので、まあ、まさにその通りにしています。えー、とまあ、まずは私のです、ね、県のの県仕仕事事今今でやっててきたこととをお話し,して 私が思う学生さんに対するメッセージなであので先生が何とちょっとてもまた違うかもしれませんが、まあ、こういうふうな学者さんであってほしいということをです、ねえー、ちょっとと後でお話ししたいと思い思ます、はいえー、とで私があの今いる静岡県なんですけどもあの静岡県の場所を知っている方はたくさんいらっしゃると思いますが、えー、と,とにかくも横に長い県ですあの、規模的にも大きいんです、380万ぐらいあって。 えとですねまあ、大体ここにあの東名と新幹線が走っているんですけども、人口もこの辺に集中しているような感じです。えーとまあ、伊豆半島があって、富士山があって、南アルプスもあって、浜名湖もあるという、まああのー、よく中で言われるのはです、ね、県が3つ分ぐらいあるというふうに言われています、あの伊豆の方のがあってです、ね、まあ、静岡があって、浜松がある、でそれぞれやっぱ独特の風土があってです、ね、なかなかその1つの考え方にまとまらないところは確かにあります。 まあ最近で今 BQ グルメとかで言うとですね、あの静岡だとおでんで、この辺は餃子で、この辺はあの三島コロッケとかですね、あのそういったものが最近に見になってきてますね。はい。でえっ、ー、とまあここ保健学科なんでですね、えっ、ー、とまあちょっと保健的な話をするとですね、最近ちょっとあのうちの県ではですね、こういった話題でのもう本当にお祭り状態になっています。はい。 あの6月1日にです、ね、国の方の確かの、えー、と審議会とかそういったところだったと思うんですけども資料の中で、えー、健康寿命平均寿命じゃなくて健康寿命健康を加味したです、ねえー、寿命がど,どこが一番かというのを出してくれました。でえー、静岡県ですねなんとと、ねえー、女性1番男性2番番男 男性1番が愛知なんですけども愛知は1番と3番だけどもうちはあの1番と2番だから <laughs> あの、まあ、健康寿命日本一じゃんということで、えー、っと本当に中ではです、ね、お祭りのようになって。 えーとか今こそ健康を売り出すときだということで広くあの県民に,本当にアピールする材料にはさせていただきましたあのおかげさまで,です、ねえー、いろんなあのテレビとかあ新聞とかです、ねまあ、雑誌とかも取材がたくさん来ましてです、ねえー、あの静岡県の健康の要因は何でですかというのを、ね、たくさんあの発信することになりました。はい で実際です、ね、まあ、そのうちが発信したものになります、発信した、な,なぜこう静岡県が健康長寿なのかというのをです、ねえー、要因としてこう5つ挙げました。これはあの エビデンスに基づくものではなくてです、ね、どちらかというと偉い人が決めたあの知事が言っちゃった系みたいな言っちゃったあの、えー、公式見解になっていますなのでちょっと私たちがです、ね、あの口にする時にです、ね、ちょっときにどうかなと思う部分もあったりするんですけども一応、公式的にはこういったことを言っています。 一、えーまあ、つ目はです、ねえーまあ、食材が豊かで、えーまあ、食,あの食生活が豊かと、えー、これは確かにそうだと思います、あの静岡県、海もあり山もあり、えー、いろんな食材がとれます、で実際にその、えーとですね、扱う食産品の種類がです、ね、日本一だというふうなことが書いてありました、えーであはい、これはまあ農水の消化なのでちと確実には分からないですけども、私も住んでいてです、ね、食べ物はおいしいなというふうなのは思います。うん で2つ目、ですね、もう静岡の誇り、お茶ですね、お茶をみんなが飲んでいると、あとでちょっと出しますけども、やっぱりお茶を飲む人はですね、長生きするというのは、ちょっとデータとして出てます、これはあの静岡としてはやっぱり売り出していきたい、売りなところですね、はい、ではありますと,で、えー、と。ここちょっと苦しいですけども、これまでですね、県、市町が一体となって、こういったことを取り組んできたと。 でまあ、実際、ですねあのメタボの該当者とかが、まあ、これ、まだ速報値というか、まあ、最近出たばっかりの値なんですけども平成22年度で一応全国一番低いメタボの該当者や予備軍です、ね、が一番割合が低いというのが出てますので、まあ、これはこれとして嘘ではないなというのを感じています。 であとはそうです、ね、あの元気で働いている長寿の人、あのお年寄りが結構働ける場がある、あの産業がありますから、透明沿いにはですね工場とかもたくさんありますし、えー、まあそういった産業が根付いていますので、長寿でもです、ね、あの高齢者の方でも働ける場が確かにあるというのがあります。であとは まあ他の原はちょっと真似しようがないんですけども、確かにあの温暖な気候、雪は降りません、基本的には、なんですか、山の方は別ですけどね、山の方とか伊豆の方は別なんですけども、温暖な気候ですし、確かにあのどちらかというと、のほほんとした県民性ですね。 あのうん、大丈夫、大丈夫みたいな感じの県民生で、まあ、私は嫌いではないので別に大丈夫ですけども、えー、とそういった県民であってです、ねあの、やって、まあ、こういった形で,です、ね、静岡県というところはあの、まあ、健康長寿につながっているんじゃないかというふうに言われています。はい、で、えーと、私のまあお仕事、ですね経歴をちょっと紹介させていただきます。 えっと、私はあの十三年度に、え、こちらの、看護コースですね。看護コースを卒業しました。あの無事、あの保健師も看護師も取ることができまして。その後、修士の修士課程でですね。えっ、ー、と、まあ、方法論的な部分ですね。え、要因の調整の仕方みたいなものをですね。学ばしていただきました。あの、本当に、あの、大橋先生、松村、あの。えっ、ー、と、ありがとうございます。あの。ニュースませんこの、私も、あの、この場で言うのは恥ずかしいですけども、はい。えっ、ー、と、ですね。 はいで、その後ですね。私はあの堅調に入社しました。これ、あの私保健師なんですけども、保健師枠っていうことではなくて、えっ、ー、と事務職事務職で入りました。えー、まあ、この辺ちょっと普通の方とはあの他の方とは違う。 珍しいところかなとは思います。で、えー、最初健康増進室、本当に健康づくり保険保険学科のですね、えー、学んだことをも直に生かすような部署にあの配属してくれてですね、私もあのこの場であのなんですかね、もうあのやっていることの背景も割と分かることだったんで、いろんなことをですね、まあ、えー、あのまあ頼りにしていただきました。あのさせてもらいました。で、その後ですね、えー、まあ事務職はですね、三あの十年三箇所みたいなルールがありまして、えっ、ー、と十年のうちに えー、健康系、えー、そしてあの土木系、であとはあの税務系ですね、えー、そういったところをです、ね、参加者を回りなさいというような、まあ、暗黙のルールがあります、で私も事務職だったんで、もうなんか土木なんか全然知らないんですよ、全然分からないんですけども、えー、2年間だけです、ね、土木事務所に行きました。もうこれはです、ね、あの世界が 全然もうたのし半年ぐらいへこみ,へこみましたもうあの言葉がわからないし考え方も全然違うしあの今まで持ってきた知識っていうんですかね全然役に立たないしですね、まあ、そういうのがありましたであ,のまあ後でちょっともうちょっと詳しく説明しますねでその後あの2年間岡山大学の疫学衛生学ですねあの修士課程に出向になりましたここはちょっとですねあのドラマチックなあの話でしたあのちょうどこの半年前ぐらいに えといきなり、まあ、電話がかかってきたんですね、あの知ってるあの、まあ、上元上司のよ,のような方から電話がかかってきてです、ねえーと、締め切りはあさってなんだけど、来年、岡山に行ってくれないかという電話がかかってきました、あでもうあの、あさってですかって、あさって、あさってってことで、あのでまあ、帰ってすぐです、ね、嫁さんにあの相談したらです、ねあの、岡山って言われたんだけど、どうって言ったらあの、いいんじゃないっていう軽い返事だったんで。 あの本当にあの次の日か次,あの本当次の日ぐらいにです、ね、あじゃあ行きますということであの返事をさせてもらいました、でえー、私はあのすでに終始持ってたんですけどもあのも,っとがあのもっと違う人が行けばいいと思ったんですけどど、ね、もの他に行く人が本当にいなかった、まあ後から聞いたら本当は狙った人がいたらしいんですよ。 あのいたらしいんですけども、その人がかたくなに断り続けて、もういか絶対行かないって言ってたらしいですね、でしょうがないけど、も枠は作ったから誰か送んなきゃいけないということで、私にこう白羽やかくぐさっと下がったわけですね、であの2年間の、えーと、修士課程で、こ、えーまああの,、まあ、今あの今時学んだ延長みたいなことをですね、独学でちょっと勉強してました、まあ、2回目の修士課程なんですね、あのもう1年であの修士論文書いてしまって、1年はあのなんですかね、教室のプロ,ジェプロジェクトみたいなことをやってました。まあ、あとは 後輩の育成みたいなことですねそういったものをやってましたででその後県庁に戻ってきまして地域医療課ここではあの、まあ、医療に関することですね、えーと、当時は医師確保とか、あとは医療計画というものを携わっていました、またちょっと後で詳しくで、今は健康増進課に戻ってきたんですけども、えー、と静岡県総合健康センターというところで,ですね、えー、健康情報の分析のようなことをやっています、これもちょっと後で詳しく説明します。はい えーと県の立場、えーとまあ、役所というとあの市町とか、えーまあ、市町村、県、国とかです、ね、いろいろあるんですけども、まあ、県,の県は一体何をしているかというとです、ねえー、これあんまり詳しくはないんですが、えー、どんなものをやるかというと、まあ、まずは国とお市町村の中間ですね、まあ、よく中て階と呼ばれたりしますけども、まあ、よくも悪くも中2階というのが呼われたりしますけども一つはです、ねまあ、市町村に対してサポート役。えー、と市町村が困ってたら、まあ 助けもするし、えー、とですねあのまあ、周辺の市町に比べてあなたのところはこうだよっていうようなですねまあ、情報を与えたりまあ、時にはあの実際に介入したりすることもあります、えー、とですねまあ、えー、とまあ、これまあ、下向きというかまあ市町向きにはそういうことをやりますし国に対しては、えー、とですねまあ市町もありますしまあ、県としてですね、えー、と県の関係団体とかもありますしまあ、市町もありますしで、ね、そういったところの意見調整をして 静岡,県としては静岡県内としてはこういうふうな考えを持っていますというふうなですね意見を発表する場で、組織であったり、あとはですね国の補助金だったり、事業なんかのお手伝いといいますか、実際の事業取りまとめとかをですねそういったことをやったりします。 でえーとまあ、そういったです、ね、中二階的な役割もあればです、ね、もう一つ、まあ、もちろんその、まあ、県として一つの塊ですから、まあ、小さな独立体として。まあ 国とまではいかないんですけども、えーとですねまあ、そういったあの、まあ、独立体としての活躍もしています。えーとですねまあ、どうしても法律とかですねと、えー、いうところは国のベースの話になるんですけども、例えば医療ですね、医療はできるだけの都道府県で完結するようにというふうなあの、まあ、国の構想があります。保険制度もまだ国保とかしましてないんですけども、これからだんだん都道府県単位、まあ常に後期高齢者とかは都道府県単位になってますね。

先ほどの静岡県の地図を見せまして、あのまあ、東から西までいろんな、まあ、3つ分ぐらいあるという,ような話をしましたけども、もうあの同一の県っていう、同一の頭集,集まりって考えたら、まあ、県ぐらいの単位が限界なんじゃないかと思いますね、これがいきなり国に、あのなんか市町村から国というやり取りをし始めたら、もう,もうえらいことになってしま大変煩雑なことになってしまうじゃないかなとあの、それは事務手続きも意見調整もそういったことになってしまうじゃないかなと思います。まあ まあ、おそらく、まあ、そういうのをですね取りまとめるう、まあ、こういった役割があると、県には思います、はい、でもし皆さんがですね県に入ったとしたら、ですねおそらくこういう場で活躍をします、えーっとまあ、うちの健康福祉部というところなんですけども、まあ、どういった下部組,組織があるかというと、えーまあ、大きくうちは5つですね、まあ、5つあって、これにもう一つ、ですね保健所っていうのがあって、ですね、まあ、保健所でこういったことをあのさらにやるという感じですね。 で大体どういうことをやるかというと、まあ、うちはこういう分け方をしています。えー、一つは長寿福祉、まあ、生きがい作りとかです、ね、介護保険とか、まあ、あの福祉なんて生活保護とかそういったことをやっている部署がありますで子ども未来保育、子育て支援とかです、ね、保険あの母子保険で最近はです、ね、なんとあの役所が婚活支援とかもやるんですね、あの本当に保健所があの婚活イベントとかを主催するような時代になりました、あのこれは私もびっくりなんですけどもあの実際、こういうことをやっています役所がやっています。 はい、県としててやっていますで私があのここはあの一番長くいるところなんですけどもあの多分役所の中でもこんな長くいるのはあの珍しいと思うんですが、えーまあ、医療と健康の部局、えーとまあ、医療であったり健康づくりであったり、まあ、あとはそれ,それを取り巻くですねあの感染症だったり保険,あの保険であったりとかそういったことをやる部署ですであとはですね、まあ、ちょっとあの離れてこの辺はなあんまり保険さんいないんですけども、えー、と食品衛生とかあとは何ですか、ね、調理師とかですね と、お風呂とか、えー、とあの髪の毛切るよう美容師さんとかですね。ああいうものを扱うところとか、薬を扱うところとか、そういう部署があって、あとは障害者とか精神疾患とかですね。自殺とかをやるような部署があると、こういった部署に分かれています。で、これで保健所がついてくるような感じですね。はい、ではい。いはいで、えーとですね。まあ、私はあのまあ、サイドになりますけども、こういった形で。まあ大体あの。 健康福祉部、しかもあの医療健康局というところをです、ね、ぐるぐる回っているような形です。まあ、この辺は私がです、ね、やっぱその看護師資格とか保健師資格というのを持っているということをあのおそらく配慮してくれたあの、まあ、移動になっていると思います。はいでえーとまあ、順番に説明するわけじゃないですけどもあの、まあ、印象に残っているところをちょっと開通前で話しますね。 えーとこれ震災の仕事健康増進計画当時当時ちょうどですね何年か前に健康増進法っていうのができてですね健康増進計画を作りなさいっていうのが何年か前に行われましたで震災の仕事っていうのはやっぱちょっと印象深いものでですねよくあの覚えてますえーと健康増進計画って法律上あの策定することになっているんですけどもあの法的な効果はあほとんどないですななないですはいあの社会的なスローガンに過ぎない何を大事にしてどういうことに取り組むかっていうのをまあ えっと県として取りまとめました。っていうものになります。まあ、こういったものをですね。やるんです。あの作ったんですけども、中間見直しのちょうど時期だったんですね。で、見直しの方法も,も本当に誰もわかんないだ。誰もどうしたらいいかわかんない。ちょっと平山君よろしくよ。みたいな感じで、あのすごい本当に丸投げされているような感じだったんですけども。まああの一応、あの数値を追っかけて、えっ、ー、といろんな人の意見を聞いて、あのこういう風うにまとめました。っていうなんか、そのまあ共通理解を得たっていうところをやりましたね。 あとはタバコ対策とかですねあとはまあ事務職だったのでこういった免許とかの,あの仕事もやってました。はい、でそこからですね、まあ、さっきの2年やったんですがいきなりあの土木に行くわけですね、えーと。どういったことをやっていたかというとあの幼稚と言われています、えーと。役所の中ではです、ね、三大激務と言われる部署があってですね、えー、と1つは生活保護、えー、1つは滞納整理、あの税金の徴収ですね。えー、でもう1つは言われてます、えーで 用地何をするかと言いますとこういったですね川とか道路とか作るんですねで道路作るときにここにお家があったりするんですねであの、えー、すみませんあの、川作るんで道路作るんで、えー、どいてください土地売ってくださいついては、えー、いくらいくらあので土地を買います、えー、これいくらいくらで保証しますとあのお金をあげますということですね、えー、のでどいてくださいというような話をですね、えー、することにをなりわいにしてました。 え正直、ですねあの本当に来て半年はです、ね、もう勝手が分からなくて、もうあのみんな何を言っているか、ま、全く分からなかったんですね。で,でも、しょうがないん、ね、で、勉強するしかない、まあ、もう事務職はそういうあの定めにあるものですからあの、勉強してですね、本当に理解を得るようにしました。あの他の人とちょっとた、まあ、けてたのはです、ねあの、数字の扱いが上手だったので、 なんでこの金額になるかとかですねあとはそのなんか図面とかそういったのを用意するのは得意だったものですからわりとの他の人よりもですねあの話はスムーズに進みましたそういった面ではですねあの学生時代の,そのまあ統計学をやっていたというところもですねあの確かに生きてはきているのは当時のえっと当時ね一番えと契約したときにですね1年間で大体10億ぐらい契約しました。ああ本当にあの 健康福祉部にいると50万とかですね100万ぐらいで大大金だなって思うんですけどもこの辺だとですね感覚麻痺するんですよねあの1億ぐらいの契約とかをですね何千万ぐらいの契約をボンボンやるのでなんかそのなんですかね本当にその線の引き方をですねちょっとずらすだけで50万とか上がったりするんですよねそういうのをなんかあのあんまり大きな声じゃいけませ言えないんですけどもあのやったりしてましたはいこういう時代もありましたあのあんまりこういうこの知識はあんまり役に立たないですけどもあのえっ、ー、とですね。 あのああのここで一番学んだことはですねえっ、ー、とこういった事業というのはですね高くお金が掛かれてるというのが分かあのわかりましたでよくですねあのこの私も外の世界から見ているとですね公共事業にあんなにお金をかけてって思い思い,思いって思ってました実際思ってましたし思ってましたけど実際行ってみるとですねあの確かに必要なんですよねあの川のこう洪水こう市役所が近くにあるんですけど市役所があの水あの,水あの なんか川に浸かっちゃうようなです、ね、ちょっとアホな市役所だったんですけども、あの <coughs> 確かにこういったものをです、ね、あの防止するためにお金が大変かかる、でこれ一度作ったらです、ね、やっぱり何十年も持つんですよね、で道なんか作ると,です、ねえー、と、もう半永久的に残ると言われてます、あの建物とかはあの何,ですか、ね、何百になったらなくなっちゃうんですけども、道とかは残っちゃう。 あのそういう意味ではです、ねえー、と例えばその医療費とか介護保険とかってその10年ぐらいの話かもしれない自分,自分の医療費とかはその10年とかの話かもしれないですけども半永久的なものにです、ね、そういったお金が桁が違うお金がかかるのもです、ねまあ、当然だなというのを、まあ、理解したというのはあります、はいでえーとまあ、岡山大学に行ってです、ねまあ、岡山大学の話はちょっとまあここではあれですけどあ,の、えーとまあ地域医療科に帰ってきましたで地域医療科で何やっていたかというと,です、ねえー、と主に医師確保。えー ちょうどです、ね、お医者さんがあの足りない、足りない特にあの静岡県はです、ねえー、医,学医学科大学が、ね、1つしかなくてです、ね、例えばです、ね、岡,山岡山県はです、ねえー、っと人口が静岡県の半分なんですけど医科大学が2つあるんですね。でえー、単純にいくとうちはあのあ四,四国の人口ぐらいあるんだけども医科大学は1つ四国は、えー、4つあると。 医学生が基本的に足りなかったということで、えー、各地の医学生に対してです、ね、奨学金とかです、ねえー、出して、そういうふうなものをやっていたりしました、学あの大学回ったりとかしましたね、あとは県内の医師数をです、ね、独自に調査したりとか、そういったものをやっていました、これはあの学生のイベントですね、学生のイベントにこれ私、来てるんですけども、<laughs> <あの> <laughs> これ、中身ですね、えー、とこれ、チャッピーっていいますあの、はい、静岡県のキャラクター、です健康と生きがいのキャラクター、ぜひあの、いつかユルキャラグランプリに出たいなと思ってます。はいで あのこのときちょっと面白かったのはです、ねあの、私の同期、ですねちょうどあのこの学科の同期の人がです、ねえーと、医学科に編入した女の子がいたんですけれども、私、着ぐるみ入ってたらです、ね、ちょうど学生でいた,いたんですよ、見つけたんですよ、<laughs> で,着ぐるみで追っかけたんでですよねも、全然あの、まあ、気づかない、当然気づかないんですけども、<laughs> あのまあ、逃げていったものですから、あのこのあと脱いで,です、ねあの、追っかけてです、ねあのこの、このブースに連れてきました。<laughs> あのなかなかちょっとそういった面白い話もありました。であとはですね医療計画っていうのをやりました。医療計画はですね健康増進計画とはまた違ってですね実は法的な根拠があ根拠というか法的な規制があります。医療計画に乗っ取らないと病院が作れなかったり病床の整備ができなかったりします。ある種のあの何ですかね診療報酬の点数がつかなかったりとかそういったあの効力がある計画でしたので。 あの健康増進計画よりです、ね、もっとはその、まあ、高度な意見調整が必要になるそういうものをやってました、まあ、あとはちょっと今ちょっと若干あの下火になってますけど医療費っな計画とかもです、ね、私の方で扱ってました、はい、で本当はですね先ほどの医療計画が見直し今年見直しになったんであの私見直しまであの、えー、させてくださいということでじン談判したんですけどもいやあのこっち行けと、えー、ここがです、ね、本当にあの潰れそうだと。<laughs> あのー いつ潰れてもおかしくないから、ちょっと立て直しに行ってくれないかっていうようなことで言われました、まあ、本当かどうかは分からないんですけれども、えーと、確かにあの機能的にはちょっと潰れそうなところがあるんですが、えーと、静岡県総合健康センターっていうのが三島市にあります、えー、三島っていうのはその伊豆半島の,あのこ付け根みたいなところにあるんですけれども、えーとですね、ここであの健康情報を集めて、ですね健康情報を発信する、市町支援をすると、そういったものを一応あの、成りわいとしてまして、そこをまあ君の,あの頑張ってくれないと。 かということでこちらで今、えー、実際やっております、えー。そうですね。はい、やっております。はい。で、えー、具体的な、えー、例を挙げますと、えー、これですね特定健診ですね。特定健診聞いたことあるかと思いますが、えー、40歳から74歳の方は皆さんの特定健診を受けなきゃいけないというふうになってます。あままあ、まあえー、保険者が少なくとも受けさせなければいけないというふうになってます。で健価のですねデータを集めます。市町の皆さん、えー、出してくださいというので、えー、とですねです いただいたデータをですね、元にですね、えー、ま市町の状況、県内比較になりますけども、県内の状況、あなたの市町は年齢調整した,した上でも悪いですよということをですね示してあげます。えー、これデータが出たすごいのはですね、えー、と市町だけ、市町国保だけじゃなくて、えー、企業の方、協、えー、会憲法やですね、えー、憲法組合とかいったところからもデータを集めています。えー、だいたい49万件ぐらいですね。 集めてこういったものをその市町別に出してあげているということをやりました。えー、まあ見てわかると思いますけれども、えー、伊豆半島およびその富士山周辺ですね。この辺がだいたい悪いですね。えー、と悪いです。これはあのどの指標を見てもだいたい悪い。で、えー、とですね。これがあの出るもんですからですね。東部の方まあ県東部と言ったりしますけれども、すごい危機感を持ってくれました。おかげさまで。えー、と あのこれはどうにかせんといかんということで、ですね、えー、と何かいろいろと考えてくれているところです、ただあの、まあ、ちょっと実情を言うと、ですねあの西部はですね割とあの大きな市が多いんですね大きな市が多いんですけれども、こっちはどちらかというと、小さな町が多いんですね。で、あの危機感は持ってくれたんだけれども、えー、町としての,その体力がちょっとあんまりないものですから、じゃあ、これをやるというのをなかなか打ち出せないというところが、ちょっとこれからの課題ではある部分ですね。はい こういったたものを示したりしていますであとはですね、市町支援の一環かもしれないし、まあ、それは県として健康長寿を追求するということで,です、ね、県が進めているコホート研究というのがあります。平成11年ぐらいに調査あの郵送調査してです、ね、それをまあ後で死亡とくっつけたということをやっているんですけども。 まあと後で,後でも出てきますけどもえとうちで今打ち出しているのはえ運動栄養社会参加これがあの健康づくりの三大秘訣だというふうな言い方をしていますえとまあ実際、そのホーとの分析すると,ですねえとまあ,あ,るある区分で区切ると運動栄養社会参加があまりあのいけてないあのジムでない習慣をされている方よりも運動栄養だけはあのしっかりしている方というのは死亡率が3分の1ぐらいになると。 さらに社会参加されている方は、えー、半分ぐらいになるということを、えーまあ、ずっとして示してあげた、まあ、一応、もうちょっと詳しい検討をしていますけれども、こういった形で示してあげていますはいことようなことを仕事をやっていますと。でまあ、県の仕事のです、ね、特徴としては、県の職員さんという、どういう民族かということをです、ねまあ、簡単にあ、まあ、説明するとですね。 大体あの3年程度で仕事を移動します、まあ、3年から最近だと5年とかですねいう方もいらっしゃいますけどもえーとですねあの特に事務職の方は転々とする方が多いですのでまあ多くの場合ですねえと前来たことあるんだけどという方はですね分かるんですけども俺はちょっと脳裏のことは分かるけどあの健康の方では分からないよみたいな方がよくいらっしゃいます、えー、とまあこういうふうな中でですねまああの例えば健康づくりのことを進めていったりしているそういうふうなところだと思ってください。 で、まあ、ちょっと最近はあの何ですかね？ある程度その畑と言いますかね。えっ、ー、と農林畑健,健康福祉畑、土木畑みたいなことを重視する傾向にはあります。で、えっ、ー、ともう一つの特徴としてですね。まあ、事務職と専門職っていうのがあります。私はちょっとまあ、あいのこみたいな立場にあるんですけども。 どちらかというとです、ねまあ、段取りの事務職、えー、と意思決定とかです、ねまあ、まあ会計所持、事務手続きとかです、ね、そういったものをやるのが、進行管理とかでやるのがです、ねえー、と事務職であって、まあ、大体管理職の方も事務職の方が多いですねで。専門的な意見を言うのが専門職ということで、まあ、役所にのは大体こういう方ですね、医師、歯科医師、保健師、管理栄養士、薬剤師、獣医師。 特に健康づくりの部門はです、ねえー、専門職のルツボみたいなところで歯科医師もいれば保健師もいるし栄養士もいるし、えー、とこの辺はちょっとあの生活衛生とかなでないますけどねあの特に職種が多いところであります。まあ、医師もいますね確かに、はい、というのがまあ私の方でやっている仕事になります。でえー、と私の方からまあ学生さん向けのメッセージということであの今日はあのこんなに先生方からいらっしゃると思わなかったんであので気持ち半分に聞いてください。<laughs> え まあえー、と私がです、ね、役所に入って、えー、と思ったこと、えー、まあ感じたことはです、ね、あの意外と大学とつながっていないんですね、えーとまあ、もちろんつながっているところもあると思うんですけども、少なくとも大学は静岡県はつながっていない、えーと、すごくもったいないなと思ったんですね、もっとつながればいいのにっていうのが思うんですね、でまあ、そういうの役割も私は担っていると思いますし、えーとまあ、そういう立場でいたいと思うんですけども。 まあもしそう学生さんとかにですねまあそのメッセージを送れるとすればこういったものを送,送りたいなということでいくつか選んでみました、えー、っとですね役所でそのまあ成果を活用するためにまあ大学の大学で得られたそのエビデンスみたいなものですねいものを役所でこう活用するためには、えー、っとこういうふうにやってほしいというのがありますまあ三つですね、えー、まあいいアシスアシストしアシストする人ですね、えー、っとまあその手伝いお手伝いという意味じゃなくてですね本当にあのボールあのシュートする人にボールを転がしてあげるような いますア,シアシストする人をです、ね、ア,シアシスターって言うのかなと思ったら調べてわからなかったのでアシストになったします。であとはあのいい翻訳者であってほしいでそして、えー、もちろん偉大な科学者であってほしいんですけども、まあ、小さな科学者でもあってほしいなというのがあります。はい、もうちょっと具体的にじゃあ、はいえーね、役所の、まあ、構造みたいな感じですね、まあ、あんまり示してかっこいいことはないんですけども、えーっとですねまあ、だい,たいあの意思決定というのは上の方がします。はいしますで で担当の人がです、ねあのまあまあ、資料を作ってこう、まあ、お伺いを立てるわけなんですけども、だいたい上の方の部長とかです、ねまあ、県知事とかがこう意思決定するんですが、まあ、私の方から部長に説明したり、ね、私の方から県知事に説明したりするということは、もうほとんどないです,、まあ、まあないですね、はいで、どういうことをするかというとです、ね、まあ、課長とかです、ね、局長ぐらいにです、ね、まあ、班長って私の隣ぐらいなんでこう、もうほとんど一緒の立場だと思っていただいていいと思うんですけども、にあの説明できるように仕込むわけなんですね。 でまああの言ったってあの分かんないんであの資料を作ってえっ、ー、と用意してあげてでこういうふうに説明してくださいっていうんですねあの目の前の人を分からせるんじゃなくて目の前の人が分からせるようにしなきゃいけないこれがあのなんかあのなんですかね難しいところというかあの難しいところなんですねでえっ、ー、とこういうことをですね、えー、まあこういう構造があるということですね、えー、まあ実際今日もですねあの私の案件がですねちょっとあの えー、陳んのところまで話が痛みらしいんですけども、あの局長が、私はこう局長に何度も説明して、局長がこう県知事に説明するような感じを話を取ったというふうに聞いています。で、そうなるとですね、えー、っと基本的にこういう方っていうのは、専門職ではないので、こ、えー、と言葉が分からなかったりですね、常識あのまあ、うちらが常識と思ってあのうちらその学,学術界では常識と思われることが分からな,なかったです。そうなると 分かりやすい説明とか用語とかを作らなきゃいけないしそれでいって外れていないものを作っていかなきゃいけないしぐだぐだ説明しても仕方がないので端的であるものを作らなきゃいけないとこういった資料作りというのがですねなかなか役所の中では面倒くさい一つになります実際ですねもうちょっと役職がたくさんあってですね順番を踏むのが本当にたくさん面倒くさいんですけどもここに医師会が入ったりですね病院協会が入ったりとかですねいうこともあります。 でですね、あのもし大学にです、ねえー、とまあ学者さんとかあの私が言うのもこがましいんですけども、えーとですね、ぜひやその素人にも分かるような変異な説明のセリフというんですかねあのこの人がこう話せるようなセリフっというのが、ね、あるといいなと思うんですね、まあ、あとでもうちょっと詳しくはあの出ているんですけども、えーとですね、それでいて要点を補足する。あの まあ、私も大学の先生とやりつつしてくるんですけどもあの大学の先生は私を分からせようとしてくれるんですね私を分からせようとしてくれてるんですけどもあのそうじゃないんですよね私,私あの受けてる私が分からせたいのはこの人であったりこの人だったりするので私があの分からせるためのパーツをください大学さんにはですねそういったものを欲しあの出してほしいなっていうのをまあ えとま,だまだ私はです、ね、大,大学の立場に近い方だからこう話が分かるんですけどももしそのどこかの志摩市の方とかです、ね、県の方とかあるいは国の方かもそうかもしれないですけども、えー、とそういったパーツをです、ね、用意してあげていただきたいなというのがありますでその時にえっ、ー、に重要になってくるのが、まあ、次のことで、まあ、いい翻訳者であっていただきたいと翻訳者ですねえっ、ー、とですねよくあるんですけどもあの 事務職と専門職とかの違いとかでもよくあるんですけども、お互い正しいことを言っているのに伝わらないというのがあるんですね。あのなんでこれ正しいのにあの、言っていることは間違ってないのに、なんで分かってくれないのみたいなのがあるんですよ。でも、あのしょうがないですよね、あのもう価値観も違えば言葉も違うし、違う言語で、違う国で住んでいるような部分も正直ありますすそういうういいきにに、ね、間を取り持つっていうのがすごく大事になってきます。 まあこれはです、ね、あの本当は多分役所の中の誰かがする仕事でもありますしもし可能であれば大学さんの方もちょっとこうも踏み寄っていただけるとた確かにた助かるなというのはあります、まあ、変な話ですねあの例えばもうあの学術界では当たり前となって UIFA とかです、ね、ピーチとかえこういうのを、えー、役所で分かる人は分かるんですけども通じないです、通じますピーチってなんだって、ねえー、と偶,偶然に起こる確率ですと。 起こる珍しさですというような話をするんですけどもそれでも分かってくんないですねあの私としてはこう最大限優しい言葉を言っても分かってくんないと本当にあの心を折れそうになりますねもう説明したくないとか思ったりしますあのそれでも根気強く説明するんですけどもあとはあの私の実,実経験でいくと例えば「お頭皮」とかですね「お頭皮」はそのやあの学術界ではよく使いますけども役所ではあんまり使わない使,わ使えないっていうんですかね 津比倍でしたそれどういういことだって、ね、関連が強かったとかそっち方向に働きますというような言い方をしますけどもやっぱりちょっと分かりにくいですねで調整したという言葉もちょっと分かりにくいと実際あのセリフとしてこういうことが起,きる起こるわけですね、えー、学者さんがですね「おずひ0.8倍でしたこれは有意な差です」とで,でもあの聞いてる担当者からすると「そのおず比ってそもそも何 ?0.8 倍っていうのはいいのすごいの悪いの私どうすたらいいのみたいな感じなね。でね えとですねまあ、さっき説明しちゃいましたけれども、専門用語は苦手で,です、ね、まあ、学習者の常識は基本的にないと思ってください。で大学の人もです、ね、その本当にわからない人にあの、例えば学生さんとかです、ね、ちょっと興味がある人とかに話す機会というのは多分多くあると思うんですけども、全く本当に興味のないような人たちに話す機会って、なかなかないと思うんですよ。であのすみません、これ、ちょっとこう私の個人的な感想と付け加えさせていただきますけども、あのこういった部分があると思います。 実際のガシャさんがです、ね、信頼区間が1応を含まないから偶然にしては珍しいだから意味があるんですみたいなことを言ってくれるんですけれどもあの担当者はですね分かんないですよね、すごいのかこれ、この人は分かったとしてもこの人は次に課長なり局長なりに説明しなきゃいけないのであの信頼区間が1を含まないから珍しいと言ってましたって言ってもあの局長分かんないですよねあの <laughs> だからあのこういうことが本当に起こりうんですね。あの確かにですね正しい解釈をあの

じゃあ、肥満対策進めていいんですね、あのいいんですねって言っていいですかっていうような言い方を多分していると思うんですね、でもあの今回はじゃあ高齢者だけの結果なんであの、若い人の状況は分かりませんあの、それはそっちで判断してくださいみたいなことを言うとです、ね、もうこの人、どうしたらいいか分からないですよね、あの高齢者の結果、だから、じゃあ私はじゃあ40歳に対して、これやっちゃいけないのかな、どうしよう、どうしよう、どうしよう、じゃあ使えないなって、使えないなっていう、もうすごくもったいないことになっちゃうんですね、せっかくいい結果が出てるのに、こことここの翻訳ミスで,です、ね、使えなくなっちゃう。 てことが現実としてはあるありあります。後でちょっと例も紹介しますけどもありました。えーとですね。なのでですね。まあ、どうしていただきたいかというとですね。まあ、さっきもちょっと言いましたけども、端的な結論ですね。そして、あの簡単なフレーズ、あの全く興味がない人にもわかるようなフレーズとかですね。あの1セリフとかそういうのがあると大変助かります。 あの意味がある関連が,見、まあ関連がまあ、あったかなかったかでいい,いいんですよ。正直、あのおずひがどうとかじゃなくてあの、これは意味があったかなかったか、そういう本のこの人は扱いやすい。えー、じゃあ,あの、先生が意味があったと使いますそしたらこの,この人もなんとか先生がいいって言ってましたとかいうふうにです、ね、言いやすいんですね <laughs>、まああの。役所ってこんなもんです。<laughs> はい、であ,あとはです、ね、この人がこう腹積もりがあったりするんですよ。あのなんかね、こう肥満対策進めたいから うん、いいよって言ってくださいとうう思っているんだけどもさっきみたいにです、ね、あのこれは高齢者だけの結果だからです、ね、使いませんとかです、ね、これはあの一部の結果な,んでそんなあので代表性ないですよとかです、ね、代表性には注意が必要ですとかよ余計な解釈を使えるとです、ね、この人はポシャっちゃうんですね、単純もうあのいいですってこう言ってくればです、ね、あのこの人の成果もまあ生きるしこの人の思いも生きるわけなんですよ。そういういうなです、ね、ことが ありありますのでぜひこうなんかなそういったことがあるということをあのあの知っておいていただけるといいなっていう感じですねはいまあ,あのぶちまとめになりますけどもまあいろんなですね、えー、と知識や価値観の差っていうのがまあ、県庁の中にもあります例えば事務職と専門職というのはやっぱりちょっと価値観がありますしまあ、私みたいな立場はできるだけですねここをつなぐようなあの働きをしようと思ってますしまあ、そういうふうに努めてます。 まあ,あとは実際そのお金を握っている部署とかですねお金を握っている部署と実際やっている部署というのはあのなんでこれが必要なのにと言っているのでそんなお金をかかることをするな,みた,いな,するなみたいなことをば、ね、バチバチやっていたりします、ちょうど今の時期ですね、まあ、上司と事業担当者がです、ね、価値観が違ったりとかあとはまあ団体と内部で違ったりというのもよくよく,よくある話ですね。ね、まあ、なので相手の知識量、興味に合わせたですね言葉に変換する翻訳するということがです、ねまあ、とにかく役所では大事になってくる。 あの、まあ、私があの、別の方に言われた言葉なんですけども。あの、頭のいい人とですね、頭の、わ、悪い人、ちょっと、表現、表現が良くないかもしれないんですけども。をつなぐのがですね、まあ、役所の仕事だというふうなことを言われました。まあ、あの、まあ、表現はともかく、あの、言ってることは確か正しいなと、は思いました。こういうような形で、その、いろんなところをですね、繋いでいけたら。いい、なったら、というふうに思います。はい、で、えっ、ー、と、最後ですね、ちっちゃな科学者であってほしいと。 いうのがありますもちろんあの皆さん偉大な科学者であっていただきたい、偉大な科学者になっていただきたいと思います、ただ、えー、と小さな科学者でもあっていただきたい、ちょっとあの、まあ、そこの心を説明しますね。はい、えっ、ー、とですね、まあえーとまあ、タイトルにです、ね、保険学の施策,は役だ施策に役立つかという話をしましたけれども、えーとですね、施策に保険学、えー、役立つかどうかというのは、まあ、結論から言うとも、イエスでもあり、ノーでもあると、えー、要は使い方次第 使い方のキーをです、ね、今ちょっと2つぐらい紹介しましたけども、えーとまあ、最後の1つとして、えーとですね、施策につなげるためにはです、ねまあ、こういったエビデンス的なものと、えー、思い担当者の思い、まあ、あるいは上の人の思いとかです、ね、思いというものは施策の両輪だと思います。えーとですね、エビデンスというのは思い持つ人たちの手で使われることにって、まあ、科学とか,なんですか、ね、学問というのは道具ですからあのやっぱり使う人がいないといけない。 金槌はのこぎりと同じですよねいい金づち、いいのこぎりはやっぱり使う人がいて初めてその,その効力を発揮するものですから使う人にです、ね、届けるようにしなきゃいけないと思います。で、これ、両輪だなと、やっぱり施策を生かすために、いい施策をするためには、こういった思いとです、ね、エビデンスというのは両輪だと思います。ただ、普通の両輪と違うのはです、ねえーっと、自転車の両輪みたいなもので,です、ね、正直、多分片っぽだけでも動くんですよ。あの一輪車になっても、あの片方の一輪,あの輪,輪でも動くと。 ものすごく強いエビデンスが出ればあの例えばでしょう、ねあのまあ、タバコが,が害になる,なるとかです、ねまあ、ある物質が公害を及ぼすとかです、ね、そういったものすごいエビデンスが出ればです、ね、当然施策に動きます。もも、まあ、もののののすすすすごごくくく強強ななない思いいいいいととけ思思まま上人があればです、ね、これも施策になります、えー、実際あの うちの方でも,です、ね、もう周りがみんな反対しているのにそのもう部長クラスの人がです、ねえー、のやると言ったからやったような事業とかもありました、まあ、それはあの賛否両論だったので何とも言えないですけども、まあ、それで動くこともあります、えー、ただまあ多くのケースはです、ねえー、まあ思いとエビデンス、両方がこうつながってです、ねえー、と施策に動いてくるというのがあります。でこういった思いというのはです、ね、あの現場に転がっています。 あの現場の人たちはですね市町の,の人だったりまあ県の保健所の人だったりですね実際にその物事を扱っているまあ問題を扱っている方にはですねこうだったらいいのにとかですねこういったふうになんじゃないかなっていうのはあるんですよあるけどももう一押ししてくれるようなその学術的な意見だったりですね証拠だったりをですね求めていますあのでそういった種っていうのはそのなんですかねえっと思いの種みたいなそのものはですね研究にはなると思うんですけども 大した研究にはならないと思います。あのどうしても規模はちっちゃくなったりですね。あのもうすごく細かい話になったりして、大きな研究にはならない。えー、とまあ、そういうものもですね、ぜひ扱っていただきたいという意味でですね、まあ、小さな科学者であってほしい。この人はの現場の人たち担当者の人たちがですね、手が届く科学者であってほしいなというふうに思います。で実際ですね、えー、とまあ施策に繋がらなかったエビデンスというのをですね、まあ、紹介して施策に繋がらなかった。 つながったエビデンスもちょっと後で紹介します。えっ、ー、とですね、静岡県高齢者コホートっいうのを実は平成11年からやっています。えっ、ー、とそうですね、まあ1万4千人ぐらいあって、えー、それを追死亡の追跡調査を行いました。で、これ2009年ですね。にえっ、ー、とこれ岡山大学のまあ助教の先生、私より2つ下ぐらいですかね、若い先生がですね、えっ、ー、とですね、緑茶を飲む人ほど長生きっていうのをですね、出してくれました。うん えーとこれ静岡県にとっちゃ本当に嬉しいことですね、あのもうこういったことをです、ね、あの大分市に載せていただいてです、ね、英文市に出していただいて、全世界に発信していただいたということですね、あの大変ありがたいなと思っております。でこれはあの正直、私は来た、来た、来たと思ったんですけども、えー、と残念ながらです、ね、これに対する県のアクションはほとんどなかったんですね、なんでかということをです、ねえー、とまあ私なりの分析ですけども、挙げます。 えーっとですね <laughs>。まあ研究が分かる方がいなかったんですね。あの本当に担当者の方にですね。私は当時あのまあ岡山大学の方にいたんですけども、あの健康増進課まあ部署の健康増進課の方はですね。えーっとですね。まあ英語の論文を送られてもですね。あの本当に説明できなかったんですね。あの英語が分からなかった。これ大きいと思いますね。で一応私の方ですの和訳したものを送ったんですけども、あの例えばですねあの。 私はまだこう分かるからそのここの人、ここの課長ぐらいまでは説明できるんですよね。でも実際、もっともっと上の人に説明するためにはそのこの課長がです、ね、局長だったり部長たちに説明しなきゃいけないというふうになるとあのやっぱり分かる人がその近くにいなか,そのなんですか、ね、真ん中の方にいなきゃできなかった、進められなかったんですよね。はい、というのがあります、1つあります。で えーとで当時、ですねあの、まあ、悪く運悪く、ですね健康増進課というのはですね同じお茶を扱った掛川スタジこれ、掛川でやってた広報と、ちょうど当時、同じぐらいにです、ねあの、試して学店で,です、ね、掛川市が取り上げられたんですね、お茶買いやってるって言って、なんかやってたです、ね、でこっちの方に注目してて、こっちを私たちは支援しますっていうのを大体的にあの言っちゃったんですね、だからあの、うん、こっちに注力しててです、ね、あんまりあの、えー、とよく分からないしっていうことで、ぴょんってはねられたんですね。 ででお茶のほうもです、ね、あのまあまあ、して英語の論文だしということであのノータッチだったんですね。で、まあ、一番よくなかったのはです、ねえーと、知事がです、ね、ちょうどあの空港問題にです、ね、辞任表明したんですね。<laughs> もうこれであのそのあの、えー、と新聞とかは全部そっちのほうに話行きましたし、あのまあ、知事が辞めるとなうても役所の中ですごくごたつきます、いろんな案件をです、ね、辞める前にこう知事にどうしておかなきゃということで、あのまあ、そういったことがです、ねあのまあ、後回しになったとっいうのがあります。 もうすすぐ終わりま時間もあれですけども、で実際につながった事例っていうのを紹介しますね、まあ、これある保健師さんがいてです、ね、健康づくりの柱っていうのを探していたんですね、もう運動食生活、まあ、タバコっというのもありますけども、もうみんな知ってるんですよね、だからあの何が良くて何が悪いというの知ってるんですけども、続く新しい柱というのはないかなというのがあの思っていたんですね、まあ、県の保健師さんですけどもね。でえーとまあまあ まあ健康格差、個人で健康を考える時代じゃない、人と人はつながっ,つながっていこうなんですかね、みんなでこうやるような時代なんだと、これからこあのリタイアする段階の世代も多いですので、そういったことを活用するとか、そういうまあ大きな目標もあって、ですねまあ社会参加がいいんじゃないかと、健康にいいって言えないのかま、ちあまあらほらエビデンスもあったんで、言えないだろうかっていうのをですねまあ思いとしてやって、運動食生活、社会参加で取り組みたいっていうのがあったんですね。 でここでですね、私がちょっとお手伝いをしたというのがあります。えーとまあ、運動栄養というのも既にもう広く広れ回ってますけれども、社会参加というのにです、ね、まあ、ちょっとこう先ほどのコホートで,です、ねまあ、これを社会参加と見なしてです、ね、えー、と週2回して以上している人と週1回、まあ、よっぽどしている人だと思うんですけども、まあ、比較してあげたら、えーとまあ、これ、どれだけ生き残ったかっていう、まあ、直線なんですけども、曲線なんですけども、やっぱりやってる人が生き残りが多かったというのがありました。 でこれ細かいことを言うとですねあの男女とか年齢とか全く調整していません、えー、っと社会参加するような人は当然、元気なんですよね元気だから社会参加するというのも実はあり得る話なんですね、えー、でも役所ではですねもうこ,れこれぐらいあれば十分なんですよあの細かい検討はしてなくてもこれぐらいあれば物事が動き出すこれ,これ見てあのじゃあ社会参加いいじゃないか行こうみたいな感じですねあの上の人もですねあの えとまあ、ちょうど欲しがっていた部分もあってです、ねい、いこうということになりました、まあ、もちろんの追放的にです、ねあのえー、検討は行ってます、えーなんただしあの、もうちょっと正当な検討も行ってます、でえー、運動、栄養、社会参加の効果というのもです、ね、こういった形で私の方で示しました、えー、運動と栄養と社会参加をやると、やってない人よりも半分ぐらいになりますと、もうこれ,これあの上の人に飛びつきましたね、あのじゃあ、運動、栄養、社会参加でいこうということで、あの動き出しました。 県としてのじゃあそういったことを押し出すということが決まったらです、ね、あのやっぱりあの物事が動き出すというか、動き出しますね、あのこれ、えーと、朝日新聞の夕刊に全国紙で載りました、えー、でこれあの、いろんなところから問い合わせが来ましたね、おもしろかったのは JAXA か,から電話が来てですね、えー、となんか、 骨粗症予防のための宇宙体操を考えてるんだけどもぜひ静岡県と協力したいというなんかこういう面白いことをやっているところと協力したいというなんかあのものすごい申し出を受けたこともありましたあのこういったネタをもとにです、ね、なんか本人も紹介してくれたところもありますで、えー、県としてあの今「健康寿命日本一」ということで売ってますけどもこれこういったポスターをです、ね、今静岡県のあちこちに貼ってますがえー、っとまあここですねここの部分なんですが えとまあ、静岡県として健康寿命を長くするために、えー、社会参加というのをですね社会活動というのを今あの打ち出しています、えー、運動食生活社会参加という形でですね健康づくりを進めていこうというふうにしています,、えーとですねまあ、これが、えーとまあ、自分で言うのもなんですけども、えーまあ、成功した例じゃないかなと思います、えーとまあ、先ほどどの落下しになるんですけども まあ、分かる人が研究が分かる人がいたというのがです、ね、大きいかなと思います。で、私があの課長を説得して、課長がこうあの局長を説得してみたいな形が取れたというのが大きいですね。で、思いを拾ったからです、ね、うまくいったとっいうのもあります。担当の人が思った社会参加というのをちゃんと拾ったとっいうのもあるし、上の人がです、ね、健康づくりの新しいキーワードが欲しいというのを思っていたというのもあります。ね でそこに私がまあちょっといいつ,つ,つなぎ役をしてあげたということでうまく物事が転がかったでさらにタイ,ミングタ,のタイミングが良かったのはちょうどです、ね、健康寿命日本一、先ほどの話です、ね、発表したんですね、えー、健康寿命日本一あじゃあ県としてじゃあなんかな面白いことをやってますよというのを、ね、あの全国にアピールしたかったとっいうのがあってです、ねえー、であのそれであの採用されたというのがあります。はい というわけで、まあ、最後にまとめなんですけども、まあ、時間ちょっと超過してしまいましたが、えーとですねまあ、いいアシストする人でやってほしいあの目の前の人を納得させるわけじゃなくて目の前の人が誰かを納得させるようなあパーツフレーズそういったものを渡してあげてほしい、まあ、資料だといいですけどもできるだけその素人でも分かる方ようなものをパーツを用意していただきたいと,で、えー、と言葉とか表現ですね、まあ、あのをあの絶対あの 知識の格差というのがありますので、この辺をです、ね、埋めるような工夫をしていただきたい。で、最後は、えーとですねえー、もちろん偉大な科学者でやってほしい。だけども、えーとですねまあ、現場の思いとかをぜひ拾っていただ,拾っていただけるようなです、ねまあ、手の届く小さな研究者であってほしいというのが私からのメッセージでございます。はいまあ、繰り返しですがが、まあえーまあ、使っててていいる人が初め,ていいて初めてこう えとですね、学問というのが成り立ちます、保険学がです、ね、施策に役立つかという答えはです、ね、さっきも言いましたけれども、イエスでもあり、ノーでもあり、こういうことができたらです、ね、えー、と先ほど言ったことができたらです、ね、おそらくイエスになると思います、まあ、ぜひあのです、ね、人と人をつなぐような仕事で,です、ねえー、世界を変えて、まあ、日本を変える、国を変えるでもいいですし、ね、世界を変えていただきたいと思います。 平山君という先生は10年ぶりに会ったんですけど何しに静岡県庁ってのうのか今どころ入りましてや東京を使ってるそうでアイダー大会とか何かせっかくですから1つたくさんありますか 障害学習センターで俳句会があったと、それに1回出たら、社会参加回,回になりますか、はい、そうですね、あのその辺はは分あの研究によって定義が難しいかなと思うんです違うと思うんですけれども、まあ、うちの今回の研究については、えー、週2回以上というところであのカットオフあの、カットラインを決めてます単発ではなくて、やはりある程度、そう,そうですね。はい ただ私たち、私としてお伝えしたいことは、そのじゃあ、2回、週2回以上や,やってほしいということではなくて、社会参加というそのものが、まあ、形はどうであれ、いいものなんだよというのが、まあ、いろんな人に伝わればいいかなということをまあ意図した部あま私は30、えー、1980年に、細谷典正という教授がいまして、はい、でそこの保険栄養学という部屋に私が入って、10年もいたんですけど、はいはい、あとそれが、あの次の教授に変わったと。 それからあの生物医学という名前に変わったんですけどで怒られたんですかはいあそうですねえそれその時にあの80年に3年生の時に運動栄養休養あ休業そうですねはいで今で私この数年間でアクティブレストっていうことすごい興味があってむしろ休養よりも活発にこう生き生きと生きるほうが大切だと思って。 はい、改めて今聞いてですね。はい、私は来週のあの学生を連れてるんですけど、二、はい、かあの運動栄養社会参加会を変えよう。ありがとうございます。ありがとうございます。えっと皆さん、<laughs> あの、えー、他にはよろしいですか。世界も時間も来てますので、えー、っとこれで終わりにしたいと思いますけれども、本当に今日はえー、っと総理先生、えー、白木先生で<ん>あのこの学科が。 えー、守るべき守備範囲はやっぱりこういう広さをもとい,いうのを非常に感じる。いい講演だったような気がいたします。えっ、ー、とお二人の先生にもう一度盛大な拍手をお願いします。